うわー、イルミネーション見に来たけど、やっぱり綺麗だな。さてと、テロでも起こすか。おーい！なんだこの声は。ここだよ！ここ！なんだ、どこにいるんだ！今日の動画の主役だよ！何を言ってんだ！どこにベレスがいるってんだよ。違う違う！本人じゃないよ！本人じゃない？何を言って。あ！ウェビーのよくわかんない紐いんじゃん！どうも、ヒカルゴミです。皆さん、世界一精神的に来るメテオご存知ですか？メテオっていうのは、え？見えた？今の技。これ、常習犯ですわ。開幕文字に合わせて横 B 毎回打ってんだよ。これ、犯罪慣れしますね。万引きをゴールドロジャー来た。全国のスーパーで指名手配してもらいます。今回はね、ベレスのおしゃれ復帰阻止外資会社を見せていこうかなと。ツイッターで、失礼、いや、セックス見たんですけど、ウェビーちょっと待って、強い！強い、相手が強い。なんか VIP ちょっと戦闘力高かったから、こいつ使ってないのに。ウェビーで崖掴むと、プラーンって、なんか、ミノムシになるじゃないですか。そこを狙ってきた、タワキに対して、切り合、おら！よくわかんねえけどさ、殺せば死ぬから、基本的な生物は。ジョーカーも心臓ぶっ放せば死ぬから。俺のおばあちゃん知らなかったけど。やばすぎ。はい、課金落ち。火力買ってます、相手。子供の頃におばあちゃんに、心臓いくつあるのって聞いたら、4.3って言ってました。0.7減らした人探しらしいです。ちょ、マジ手も足も出ねえ。相手の歯茎が出てる。今回この戦法を指揮してる人に許可取ってないけど、さすがに戦い方マジで許されるの。 殺してくれ、早く俺を。ずっと、あー、難点。試合に負けて、ジョーカーに負けたんよ、俺は。別に負けたわけじゃない。全部巡り合わせやからね。ブギウギー、場所を入れ替えちゃいました。拍手の S 入れてください。後ろのアルセーヌが多分一番びっくりしてるから。トムジェリで崖の外までなんか追っかけてきて、気づいたら床がないみたいな。今のじゃないんですよ。崖に捕まった回避。読めてる！相手が土地に来たのを切り離してもう一回しばきたいわけね。最近厳しいからな、権利が。パルワールドも人間のにしばかれたしな。俺の、もう下妻は意外に振れば振るほどいいっす。くそ！ワンチャンかけてんだけども、俺。一回見せるわ。こういうことね。これで、来たら、しばくみたいな。全然、一枚やばいやばい。最近俺ボイス使われたからね。この話さっき今言ったっけ？わかんねえや。本人から DM 来たのがマジで、本当におもろい。全然使ってくるって構わないんだけど。よく使えるな、俺のボイスなんか。絶対使いづらいだろ。いや、意外とひどいなって。あ、OK、読めてきた。だいたいね、立ち回り、いいよ、崖っけり。ちょっとそれペリカ払ってもらえないと、ちりつまわないっすよ、いくらなんでも。ガッカードされたらおしまい。でも、一回、二回ですか？ちょっと体取れちゃいますけど。来た！まだ二人の恋の形。厚め、濃いめ、固めキャラ来ましたね。俺がリュクだったら、ベレスのぶら下がってるところに空車ぶち込みたくなる。あと俺がリュクだったら、その髪型はやめるね。ほら、強すぎる、この剣。日本にある全部の弓、今からでも遅くないから買い占めた方がいいよ、みんな。マジ、この動画見て、諸外国が、これ、勝てます。マジ、今のうちに、これ、もう、単勝の刃。短すぎるだろ、お前。こいつさ、こいつ復帰で崖掴むときとさ、関係ねえけどな。あ、ガロンで俺当たると思ってなかったわ。崖掴むときとさ、振るときの長さが、釣り合ってねえんだよ。五条悟も切れてるわ。これ、結局、こっち、武器安定なんで負けませんけどね。知らなかったでしょ、みんな。ガノンって、ベレスと、スウェイイク。お、横火で止められんの、ね、やばくね、それが。ガノンとベレスって、地質的には、かなり近いから。ベレスのお兄ちゃんの、お嫁さんの子供はガロンなんで。いや、これ、死ぬの？危ねえ！お、ガキ処理場。弟子来たわ、弟子。愛弟子が。パワーで育ったからね、ガンドウのこと。わかります？毎日、もう後ろから生体壁にされたコッコリペンゆっくり来てるし。このステージなんか、選ばれること多くない？ってか、俺に、タクで。俺に読み入れ方としてね、この繊細なステップよ。今のちょっと、うまいなって片鱗あったでしょ。私に読み入れ方なんて、100年早い。おい、受け身取れたらどうしたんだ？な、今。取ってたけどさ、まあ、ガン生まれてもうた。読み合いやるじゃん。今の回避が間に合ってたら、俺の人生の全てが1個ずれてたから。やりすぎだろ、お前、それはいくらなんでも。うちのベレス神経質なんで、ティッシュ使うときに一番上を捨ててから使うタイプですから。そういうやつが、わかります？攻撃手段にも出るんですよ。ないとわかんねえ。バレないように取るんですよ。おこぼれ忍者村。オッケー。下強が長いことが。意外と横スマはブンブン振り回してもいい。これはね、よく言ってましたね。さすがに、今気をつけることはね、僕でもわかりますよ。突発停電。おい、伸びすぎだろ。冗談置いといて横火ね。ストック有利の時の、あれだか、崖外あわよくば道連れパーティーされるのが、一番。うわー、未開拓研究委員会。必殺技です。あわよくばビームできなかった。なんで常時。おい、やばすぎだろ、お前、それ。なんで使う。まさか空母でずれるの分かってるやつだったのか。ノックバックするから掴みは張り合うだろ、みたいな。なるほどね。おい、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 今、空母当たったと思ったんだけど。なんか、ゼロ軸。なんか、後ろにチェンジ台いるんだけど、コッコルピアと、甘いすぎ。両太陽です、これ。それは情けねえよ、みんな、お前。なあ。
コッコリペアといい、ディーマといい、ディーマじゃチェンジだといい、なんかこの世界リンクしてる。なんだっけこの作品、ゲームのスターフォックスじゃなくて、死にそう俺。バザイトイヤじゃなくて、いやーそれちょっと味しめすぎじゃない情けねえよ俺。ジャックパンチ一発よ俺、どうせ。なんで今北斗でラオウのパンチで負けた時より情けねえけど、なんかスマブラ史上一番惨めな激戦だった。掴みたい。いや崖をさ優先的に掴む制度やめてもらっていいですか。よし、横火忘れてたわ、めちゃくちゃ振るの。結局横火の振り、ひたたってね、振ればね、振る、ステップがな、細かいんだけどこいつ。ねえ、ちょっと、なんか読まれてた、これは俺、ちょっと頭に、あれだわ、日本の闇だわ、頭にサランラップ巻いて生活しますわ。毎回一回闇感じてんだよな、スナバラさずに。そのままチンして食べてもらって構わないんだよ、こっちとしては。崖の、あ、どうせ、ジャンプなんすよ。なんでやん、さっき、ちょ、バラしてくるな。もう一周どころか三周くらい回って俺、スナバラ漏れるけどな、今。ベビーパークよ、感じやってることは。赤コーラ背負わせろって言ってんだよ。バレろ、一発で。ちょっと、二回目、おい天才か、ステップ。崖が生きたら一発で仕留めるわ。毎回俺こういう時仕留めるっつったら仕留めてるじゃん。こっち、オッケー、いけるいけるいける、まだいけるな。だって一発縛いちゃえば話早いから。こういう時マジ俺決めるんだよな、自分でも分かんだよね、こういう決めちゃうんだよなって。決めたくねえけどさ。いや弓を蹴んだよなこいつ、後ろ、オッケー、あた、あ、ちょっと待って、は VR ください。はい、絶対なってます、絶対なってます。今の外れてたらゴミって言われても構いません、僕は。どうぞ、オッケー、当たっ、ドッペルゲンガーなわけよね、つまりこのマッチングは実質弓打ちます、初手どうせ。そうなんで弓打てよ、挨拶みたいなもんじゃん。僕よくドッペルゲンガーに会いに行きますね、はい。2週間2週間くらいの頻度で会いに来るんで、世間話をよくしますよ、もう一人の僕と。あー強いじゃん、さっき戦ったペレスと。あーなるほど、一味も一味も違うか、俺の中のセル出てきた。意外と D は刺さる、意外とね。こういう時に俺でよっしゃ、ちょっと何回言ったの分かるんかな、ちげんだよな、何かを、あ、こういう気持ちなんだ、何かを人に教える人ってのは。何度言っても分かんない時はさすがにこれ怒りますわ、だって分かんねえんだもん、言っても。いきますこれ、やばい、待って戻りたい、やばい待って生まれた、なんだ何これ、畜生ドミノ、なんだ今のなんで死んだ俺ら。ちょで、ドッペルゲンガー強いな、自分のドッペルゲンガーに最近何してんのって聞いたら、あのテトラポってやってるって言ったら、ちょっと一発で割れてよくない、一回ってよかったらベンツで帰宅したいんだけど、あの海にある三角形のやつで、天気悪いからなんかボランティアでやってるらしいわ。結構アスとかやってるらしいです。マジ偉いよね、自分とは思えない。ちょ待って、普通に際どいな、なんだと今当たってもよかったやつだ。ちょっとやめてもらっていいですか、この動画のクレームは。あの全部あのパルワールドさんにお願いします。はい、リザードンのフレアドライブが弱い理由、クレームは僕が引き受けるんで。いや下さ、結構俺がぶん回してること分かってるか、ワンちゃん、もしかしたら。いや、つかましてくれた前ですわ、本当に。いいじゃないですか、一回ぐらい。ね、一回ぐらい。話せよ、ちょっと、ほら、ちょっと待って、話してもらっていいか。来いよ。やめすぎ、それは。なめすぎ。こーい、すごい曲芸師チャンネルです。はい。当チャンネルでは、さまざまなハットトリックをお見せすると思います。今のが見せたかったんよな。これ、これって思った、今。このために、ちょっと違うけどね。やべえ、弓狙ってる。フェイクだよな。どうせ来ねえんだよ。ベースってのはね、基本的に弓でフェイクして、あー手が動かない